ヤグノブ語話社の分布ヤグノブ語は、インドヨーロッパ語族インドイラン語派のイラン語群に属する言語である。ヤグノビとも呼ばれる。ヤグノブ川上流のタジキスタンのザラフション地域にある、ヤグノブ渓谷で話されている。ヤグノブ語は、ソグド語の直系の言語と考えられていて、学術的には現代ソグド語とも呼ばれる。ヤグノブ語の話社の共同体はいくつかに分けられ、 ヤグノブ渓谷以外にもザンファロボド地域やタジキスタンの首都ドシャンベ等でも話されている。大半のヤグノブ語話者はタジク語を話す二言語話者で、家族との日常会話のほとんどではヤグノブ語で話し、仕事においてはタジク語で話す。ヤグノブ語には東部方言と西部方言の二つの主要な方言がある。さらに中間に位置する方言が存在し、 東西両方ことの特徴を有する。ヤグノブ語は1990年代まで書き言葉として用いられていないとされているが、アンドレフによると1928年まではヤグノブ人のムーッターによりアラビア文字で表記されていた。その目的は主に多ジ人から情報を隠すことであった。A, R, B, D, E, F, G, H i e k q l m n o p r s t u u v w x x y z a b d e f g h x i e k q l m n o p r s t u v u x x y z 最近 た軸科学院のサイフィティミールゾゾダは改変したたじく。このアルファベットを、ヤグノブ語の表記に用いた。しかし、長短やビート V、アクセントが示されていないなど、ヤグノブ語の表記には適していない。下記は、その表記法によるもので、ないは、ラテン文字との対応である。ゼファイ、リバースタンボイン、アイ、アイエイ、エー、エー、ユー、ユー,ー、オー。 アクセント音節の直前で、すべての母音は、になりうる。長母音、e, i, e, E、a, o, u, u, y。二重母音、i, i, i は固有の単語では、西部方言にしか現れない。東部方言では、尺用語を除いてい、e、いとなる。e, i, w i, w u, i, y, y, i, i, e, o, u, o. au 破裂音 p, b, t, d, k, q 五末の前下ボ音の前後で k とはそれぞれ公外化して c とになる。摩擦音 f, v, s, z, k x, x, h はボ音あるいは有勢 c の間で4として現れる。破擦音 t, d, ビ i m, n 両方とも4として k と f V の前でそれぞれ、と、となる。フルエオン、R、側面接近音、L、接近音、β、w、j、y、無声シーンが優勢化された後、すべての優勢シーンは、無声音で発音される。また、どうかにより、無声シーンは優勢化される。Q が優勢化されるととなり、とはならない。B、G、H、Q、L が現れるのは、ほとんどが、 借用語であり、ヤグノブ語固有の単語で現れるのは稀で、大半が、牲語で現れる。西部方言を西、東部方言を東、東西の中間に位置する方言を中と略す。各語尾例多軸語由来の言葉には、イゾハが見られる。二人称複数のサマックスを二人称単数の継承としても用いられる。現在認証語尾過去認証語尾過去認証語尾にあい、トン。 母音の後には、トンをつける。正しいおい、トンならオスティをつけると継続症を形成する。現在分子は、動詞互換に名をつける。過去分子は、動詞互換にタをつける。不定詞は、動詞互換に AK をつけることにより形成される。否定は、接頭時なマイナスで形成され、過去時制では、動詞の冒頭の A と結びついて、ネえマイナスに変化する。 コピュラタジキスタンの学校に通う年齢の、ヤグノブゴワ社の子供たちハット、ヤノビーアットエセナラグハットバイルメア、R、ヤノビーインエンサイクロペディアイランニカ、ハットザスリリック EN、トジックアルファベート、ベースドスクリプトアズインベンテッドバイセイフィダンマーザソダ、インザ 1990S、リバース、1970、ピアニッシモ、3839、 ジャスイッキーならデブ SSSR トムピアービインドジェベレピージスキー J ジ,ジャスイッキーモスクワ1966 P342 361オースノビーランスココジャスイヒャナニーヤノーブランスキーイエージャスイッキー2バストックナジャクルッパモスクワ1987 P644701 ありがとうございます